続いてはあったかいパイ包み料理、心もポカポカあったかメニュー、沼津市高島町にある G カフェ。オープンから17年、店内は落ち着いた雰囲気ですが、名前の由来は、ゴールドラッシュという西武の開拓時代ですね、あれが僕が好きで、でそこのゴールドの G を取って G カフェにしました。自家製のパイ包みとパン包みの料理、こちらをカレーとかグラタンとか、あとはシチューとかを包んで、それを焼いて提供してます。一番人気は牛肉を使ったデミグラスソースに、国産牛肉ですね、いろいろな部位、ロースとかサーロインとかモモとか表面を焼いて、それを赤ワインと香味野菜ですね、で12時間、こちらをコト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 弱火で煮込んで柔らかくします。さらにデミグラスソースと合わせて煮込んで器へ、仕上げにモッツァレラチーズをトッピング。パイ生地は自家製でして、小麦粉と強力粉 で3日間ぐらいの工程で、折り込んで作ります。焼き上がったパイは膨らんでサクサク、割ってみると中からデミグラスソース煮が顔を覗かせます。お肉はホロホロでとっても柔らかく、ブイヨンの効いた甘めのソースが食欲をそそります。選べるセットのケーキのおすすめはいちごのタルト、秋姫の酸味とカスタードの甘さが合いますよ。続いてはグリーンカレーのパン包み、スパイスはガラムマサラですね、ソテーした玉ねぎとレモングラス、あとココナッツミルク、パクチー、そちらを入れてで煮込みます。ちょっとスパイシーに少し爽やかさがあります、はい。器にかぶせるのは自家製のパン生地です。ベースがソフトフランスパンの生地になりまして、少しナンみたいな感じの生地なんですけど、焼き上がってから 2,3 分経ってもらうと、中の水蒸気を吸ってもちもち感が増して、スパイシーなカレーはチーズでまろやかな味わいに、パン生地はもっちりした弾力です。そしてこちらのパン包み、中に何が入っているかというと、熱々のマカロニグラタン、自家製のホワイトソースがたっぷり、柔らかくなったマカロニやエビなど、やけどに気をつけながら食べたい一品、冬場に人気のメニューです。17年やってて変わらぬ味をいつまでも提供していきたいと思ってます。ほとんどの料理やスイーツはテイクアウトすることもできますよ。あったかい包み焼き料理が味わえるお店、 G カフェです。